ビナスは東日本フェリーが運航していたフェリーである。鮮明はギリシャ神話の美の女神アプロディーテイに由来する。本項目では1975年に就航した初代を取り扱う。内海造船タグマ工場で建造され、1975年8月7日に春航八戸戸マコマイ航路に就航した。その後、大畑室蘭。 青森函館航路でも就航した。1994年7月フィリピンへ、売戦後、1995年3月、ギリシャの EN、ストリンツェスラインズに売却され、ケファローニアとして就航した。2004年11月には、ストリンツェスフェレスに売却された。2013年3月、EN、ケファローニアンラインズに売却され、ニーソスケファローニアとなった。 2016年4月現在、主にアドリア海で運用されている。東日本フェリー、東日本フェリーが、青函航路用とした第6、第7青函丸の巡動計姉妹船。青函フェリー航路では、渡り運ぶ車両と、その輸送物資が年々増加傾向で、造船分の第6、第7青函丸は、同航路の在来船より、大幅に船体は、大型化された。 大畑・室蘭管航路は1975年8月開設予定が決定し、繁忙期の配線事情など新造船が追加された。大畑・室蘭管航路は、下北半島地域振興で建築、工業資材物資輸送に、大畑漁港が4000トン級フェリーが着岸できる、要回収整備後に開設された。大畑室蘭航路は短期間1年余りで運休し、その後は、 八戸、苫小牧航路や野辺事故発着以外の聖官航路へ、転配された。ありがとうございます。